中尾さんとやった後だったんで、まあ、とにかく、まあ自分を出せば問題ないなっていうのを、まあ、分かってましたね。まあ、やってみると案の定その通りで。ミドル級チャンピオンとして臨む第一戦、対戦相手のリバノはヨーロッパの空手王者という経歴を持つ打撃系の総合格闘家だった。できちゃうし、すぐなんか今なんか相手の弱いところはすぐ分かっちゃったんで、まあ問題なかったですね。とにかく一番初めになんかこいつすごいなと思ったのはとにかく腰が重いことですね。それだと打撃が、まあ、思いっきり打ってくる音、踏み込みやつ、あとは気持ちがまず折れない、その3つでしょうね。まああのなんかミニモブチャンチみたいな感じじゃないですか。壮絶な打撃戦となったバリジャパ98。相手はロシアンダイハードの異名を持つロシア中量級最強の男ビチコフだ。Rock!
上になっても下になっても宮沢をしないってことですね。宮沢がまあもうちょっと勉強できるんじゃないかな。Дойди направо и налево, внимательнее будет. Сейчас прыгать будет. Не надо, не надо, не надо. Дойди справа, слева, ну, чтобы покрутился. Ну! Справа, в голову! Справа в голову. Вот так. Справа в голову повторяй. Не жди. Справа в голову сразу. Сразу. Еще. Еще. Справа. Еще. Быстро, лево на место. Еще. Лево на место. Через себя бросил. Бросок, Серега. Долбить голову. Держать нельзя. Бей, сиди, бей, удар наноси. Без замаха бей. Без замаха. Без замаха, без замаха. もっと早く参ったしてくれればあんまり人のこと怪我をさせたりとかしたくないんですよ本当は、うん、だけど参ったしてくれないと試合も終わんないし、うん、こっちも分かんないんで、うん、そういう意味で決まった時には参ったって教わってるはずだからやってもらいたいです。充実だけで勝てるっていうのも甘い時代じゃないんで、もうそういう時代はもう過ぎたと思うんですよ。やっぱ充実もできて投げもできて打撃もできないとその充実そのものが生きていかない、それを証明させた試合だと思うんですけどね。マッハが初めてブラジリアン柔術と対決する。世界最強と言われてきた組技格闘技にシュートの申し子はどんな戦いで挑むのか。これがマッハの答えだ。膝が痛かったですけどね、当たった時に、うん、まあ、向こうはもっと痛かったんだろうけど、彼がだから打撃を知らなかったんで、せっかくその柔術のすごいテクニックを持っててもそれを活かせる状態までいかなかった、うん、
前回結構痛い目見なされたんで、今度は痛い目見させてやろうと思って。気をつけてたっていう点は特にないですけどね。もうやっぱりキャリアが生きてると思うんで。バリジャパ97での引き分けから2年、あの時の決着をつけるため再びマッハがアグアに挑む。2年の月日はどちらの男を大きく育てたのか。シュート10周年記念興行で行われたこの試合は、まさにバーリトゥードの枠を超えた凄まじい死闘となった。が鋭くて、で、まあ、それを続けて打ってくるところ、それとそうですね、あとバネがあるところですね。で、悪いところはまずテクニックがないところですね。テクダウンされちゃうと、仮にもしくは上になったとしても、そのなんていうかな、その追い込むまでのテクニックがあっても、決めるまでのテクニックがないんですよね。第1ラウンド終了。